Thank you.
I can fly.
だったりを語ったりしてる動画が、でそれがですね今日の21時夜9時に
にですね、今日私の分がね上がるということでですね、もちろん今上がっているのがアンナとカノンの分が上がってて、今日私が上がって、でその次にシエリ、ミクとねどんどん上がっていくという感じなんですけれども、ぜひねどんどん公開されていきますので、ぜひ全部までねご覧いただければ嬉しいです。そして3月17日に地元ゼップ福岡でハンドオンマンライブを開催します。もうこの日しか見れない最高の景色を、そしてライブ空間を皆さんに絶対にお届けすることを誓います。今日初めて見てくださった方も、そしてまだこの B ブロック、あ、 B ブロックじゃない、チケットね今一般受付中、 S、A、B 全て一般受付中なんですけれども、まだチケットゲットしてないよっていう方はぜひ今日 B ブロックの1000円のチケットも持ってきておりますので、ぜひぜひ今日のライブを見て少しでも心に来たよっていう方はお手に取ってくださるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここから九州の主役定員公演ライブ後半戦となります。後半戦も一緒に声を出していきますか。イエーイ。もっともっと熱くなっていきますか。イエーイ。それでは聞いてください。どうぞ。今とここでの時が来た。ここが勝負、誰が夢もなき希望で聞いて捧げるよ。Bye.
笑っているのがあるわけなんてないよね。
知れば知るほど、やればやるほど海の中もがと太陽の光る方へ。何十回も始まる、もう一度手に取れない理由さまけて、もうどこにでは泣くの。Thank you.
最高の景色を見たいなと思っております。本日は本当にありがとうございました。皆さん、本日は改めましてお越しいただき本当にありがとうございました。毎月ですね、こうやって定期公演をさせていただいてて、東京と福岡、たまに、ね、大阪とかその他の県でやらせていただいて、本当に私たちこの定期公演っていう場がね、全国各地に毎月いろんなところであるっていうのはすごくありがたい環境だなって思ってます。でも皆さんにとってはもしかしたら今日この定期公演が最初で最後かもしれないし、この1回に全てをかけてきたっていう方もねいらっしゃると思うんですよ。なのでやっぱりこの皆さんにとってこの定期公演が最高だった、一生の思い出に残るぐらいの、そんな定期公演になったらいいなと思って毎回ライブをお届けします。でね、3月の17日はですね、もうその気持ちをよりもっともっと大きくして皆さんに最高に楽しんでいただける空間をお届けしようと思って今ね、毎日稽古に励んでいます。ぜひね、これからの九州土師匠くんライブをまだまだ一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。皆さん、福岡定期公演ご来場いただき本当にありがとうございました。カノンも言ってたんですけど、最近はこうギグ高のツアーでこう全国回らせていただくことが多いんですけど、こうライブを、受賞後のライブを見てくださった皆さんにも特典会でこうすごくライブのこともこう嬉しい言葉をたくさんいただきますし、最近はですね、こう関係者の方だったり出演者の皆さんからもすごく受賞後のパフォーマンスをこう褒めていただく機会がすごく増えています。だからこそこう私たちもどんどんこう自分たちのパフォーマンス、こう直接は見れない、普段映像でしか見れないけど、こう少しずつ、あ、やっぱり受賞後の武器はこういうところなんだとか、すごく改めてこう実感できる期間になっています。そしてね、私はこの間歌唱稽古でこうメンバーをカレーライスの具材で例えたりしたんですけど、やっぱりこう素敵なこう個性だったりこう声が合わさってるからこそ、この九州受賞ってすごく素敵なグループだなと思っています。ぜひ皆さんにもこれからの九州受賞にたくさん期待していただいて、応援していただけると嬉しいなと思います。そして3月17日、私たちの気持ち全てを込めてお届けする ZEP 福岡でのワンマンライブに足を運んでいただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。皆さん、今日はご来場本当にありがとうございます。昨日Twitter でこうツイートさせてもらったんですけど、私アイドルやめますという作品をこう公開して2年が経ちました。その2年をね、2年だと思って昨日その映像を見返してこう今日来たんですけど、空への方向をこう挿入歌としてこう使ってもらえてたりとか、もしこの作品ね、ミクが主演じゃなかったらカノンと出会ってなかったかもしれないし、アンナと出会ってなかったかもしれないし、今受賞後があるっていう確信がないかもしれないな。それぐらい私の中で受賞後にとって大きな作品になりました。その作品の中で私というか、私が演奏してもらった太田純美ちゃん、絶望を目指すというセリフがあるんですけども、叶わなくそのまま卒業してしまうという役でした。私とすごくかけ離れた役ではなかったので、ほぼ私だなと思いながらセリフだったり撮影も望ませていただきました。だからこそ勝手に一回絶望を目指して諦めて卒業したっていうくらい、その作品には覚悟を持ってセリフを言いました。だからこそこうやって九州受賞としてジェップに立つことができるっていうことがすごく嬉しいなと思いますし、チュリちゃんの気持ちを背負ってミクが、九州受賞がジェップのステージにワンマンとして立ちます。その姿を皆さんに見てもらいます。